じゃあプレネチェックやっていきたいと思います。今週はシュプリーム23年 FW シーズンのウィーク6ですね。バウンティーハンターとのコラボが発売となりました。出来のシュプリームの韓国ソウル店行ってきたんですけれども、結構並んでましたね。でバウンティーハンターとのコラボアイテム買われてる方多かったです。その話なんかもしつつ、やっていきたいと思いますけれども、でバウンティーハンターとのアイテム発売となりまして、バーシティジャケットやっぱり人気になりましたね。それから、ミリタリーシャツ、コットンリップストップのミリタリーシャツ、それからサーマルヘンリー、これも人気になったと。そして元ジャージ、これが結構早く完売になりましたね。両カラーとも完売になっていると。それから T シャツはスカルティがやっぱり一番人気でした。そしてビニーキャップ、売り切れになっている。それからシルバーリングですね。この辺も人気になりました。それからレギュラーアイテムでも、人気のアイテムありました。まず包丁ですね。包丁が結構早く完売になったと。それから先週発売延期になっていたダーツボードセット。これも、即完売という形になっております。ということで、プレネチェックやっていきたいと思います。果たしてプレネついてるアイテムあるんでしょうか？楽しみですね。はい、こちらシュプリームプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということで早速プレネチェックやっていきたいと思います。今週はバウンティーハンターとのコラボアイテム発売となりました。でシュプリームのソウル韓国、韓国ソウル店行ってきたんですけれども、まあ日本と多分同じように人気になってるアイテムっていうのは、このバーシティジャケットであるとかこの辺はなかったですね。もう昼過ぎぐらいだったんですけど行ったのは、ですのでバーシティジャケット人気になっていたと。結構並んでましたね。50人ぐらいは並んでました。いつも通りメルカリ、ラクマ、スニダンなど、フリマサイト中心にチェックしていきたいと思いますけれども、あれバウンティーハンター、バウンティーハンターいるとかね、ダメか。バウンティーハンター、あ、バウンティーハンター、ここあってかな。はい、ということでバウンティーハンターのまずバーシティジャケットをチェックしていきたいと思います。104,500円の定価なんですけれども、結構高く出てますね。19万とか出てるのもある。ブラック、レッドが、共に人気になったんですけど、レッドの方が数少なそうだね。このリセール見てても。多分オンラインストアの売り切れなんかもレッドの方が早かったですけれども、レッドかなり少なそうですね。リセールにほとんどあんまり出てない。ブラックの方が多いと。15万ぐらいでも落札されてますけど、もうほぼほぼ、ちょっと定価12万8500円とか、そのぐらいでも落札されてるな。13万前後ぐらいですかね。少し値段が上がると13万14万ぐらいにはなってると。まあ 3,4 万ついてるんですかね、うまくすればといったような感じでした。ブラックリセールではやっぱりブラックが結構売れてる印象ですね。まあレッドの出品数が少ないっていうのはもちろんありますけれども、 MA1、 あ、こっちを見てみようか。バウンティーハンターバーシティジャケット、ラクマ、やっぱり12万5000円。ラクマはあんまり出てないですね。メルカリの方が出てるな。はい、MA1 も見てみようかな。 MA1 は売り切れにならなかったですけど、まあ出てる方だけ、定価は結構高いですね。79,200円、出てるけどやっぱりこれは売り切れになってなかったですね。それからセーター 28,500円、まあ、これも出てる方だけ見て、これも売り切れになってないです。韓国でも MA1 もセーターも売ってましたね。まあ出てますけれども、やっぱり動いてないと。あ、定価割れですね、これは。2万5000円とかあるな。28,600円。シャツ。シャツは売り切れになっております。これはでも、店舗の方には売ってましたね。韓国ソウル店の方には。シャツ。結構良かったです。オリーブカラー、ブラックカラー、リップストップ素材で。結構なんかかっこよかったですね。まあ、1個売れてる35,000円。まあでも、サンプルが少なすぎますね。レギュラージーン、これも売ってました。これ、なんか、コラボ感かなり薄いですけど、まあ、バウンティーハンターのアイテムっていう感じですね。これも見てきましたけど。出てるけどっていう感じですね。やっぱりね。サーマルヘンリー、これ売り切れになっております。あ、やべ、バウンティーハンター消しちゃった。バウンティーハンター。
まあこの辺もまあ出てるけどっていう感じですね。まあ高めに出てますけど、手が割れてはいないですけど。ああ、そして元ジャージ、これ、なかったですね。あのソウル店にもなかったです。これあの店員さん着てたかっこよかったですけど、なかったですね。ちょっと欲しいなとも一瞬思ったんですけど、売ってなかったんで残念ですね。定価 24,200円。お、これちょっとブレてますね。3万3000ぐらいで、ブラックかっこいいですね。ブラックが来てましたね、店員さんはね。4万前後まであると。2万4200円、なので1万5000円ぐらいプレミアがついていると。ホワイトも4万ぐらいまで上はあるという感じで、1万5000円ぐらいプレミアムついていると。フーデッドスウェットシャツ、これはなんかね、店舗なかったですね。店舗の方に入ってないのかな、これ。これオンライン相談とか見ると結構残ってるんで、出てませんね。3万800円。まあ、これは売り切れになっていないので、まあ、店舗の方には入荷はなかったかもしれません。で、ウディなかったですね。で、T シャツ類、ウルフティ。8800円です。で、価格なんですけど、韓国はちょっと高いですね。5% ぐらい日本より高いと。T シャツ類は9200円ぐらい、日本円に直すと。なので、ちょっと高めですね。日本より高いっていうのは、ちょっと残念ですけど、日本より安いが良かったですね。本当であれば。ということで、まあ、1万、あ、これちょっと1万円前後ぐらいで売れてんだ。1万2000円ぐらいまであるんだね。1万1000円とか、1万2000円ぐらい、ウルフティ。ブラック、レッド、ホワイト。ともに結構売れてますね、ウルフティね。1万1500円。1万500円とか、1万1500円とか、そのぐらいですかね。2000円ぐらいかな。スカルズティは、スカルズティはブルーが結構人気になりましたね。あとホワイト、ブラック。これもまあ普通に売ってました。T シャツ類は全部売ってましたね。まあ、あの他の、まあ、シュプリーム以外のブランドとかハイブラとかもいろいろ見てみたんですけど、やっぱり日本よりちょっと高いっていうのがなんかこう感じでしたね。せっかくあの韓国来たんで、あの安くあのなんか買えたらいいなと思ってたんですけど、まあシュプリームももちろんそうなんですけど、他のものとかも、まあなので基本的には日本より高い、物価が日本より高いような印象でした。ということでスカルティ1万2500円ぐらいまであるね。スカルティはやっぱり売れてますね。ブルーが少し高いのかな。あ、でもまあそんなことないから、1万2000円台ぐらいで今取引されているという感じで、こっちの方がちょっとプレってますね。3、4000円って感じ。メッシュバック5パネル、これは、あ、ブラックがちょっと売れていると。1万2000円ぐらいで8800円ですので、まあ3000円ぐらい。 B2 シングルカーフの B2、この辺も全然売ってましたね、全部。キャップとビニーと、ビニーは定価いくら ?6600円、8800円でちょっと売れてますけど、この辺はまあ店舗の方にはまだありそうですね。まあ日本の方は分かりませんけど、スカル君も売ってましたね。あの画像で見るよりはあのもうちょっとあのなんていうかな、良かったっていうとまたちょっと語弊があるんですけど、画像が悪いみたいな感じになっちゃうんで、あのなんていうかこうフォルムがこう分かりにくいじゃないですか、この画像で見ると。それがもうちょっとしっかり、スケルトンであるから、スケルトンのためにちょっとフォルムが分かりづらいんですけど、分かりづらいなっていう画像の印象なんですけど、店舗で見たら結構しっかりしてましたね。24,200円、もうこれ定価割れてますね。割れてる、最安値22,800円、もう割れてますね。まあ、通常のスカル君こっちなんですけど、ブラックで、体はブラックとかブルーとか、まあ元々は多分ブラックで、この上は赤くなってないっていうのが、あの通常のスカル君なんですけど、まあいろんなパターン出てますね。定価はあれですね。シルバーリング。これも売ってなかったですね。シルバーリング。あ、売ってなかったのかな。これはちょっとあんまりよく見なかったな。定価、57,200円。
ちょっとだけ高くなってるっていう感じだけど、まあだけど微妙ですね。まあちょっと売れてんのであれば、大きいサイズであれば8万5000円で売れてたりもすると。シルバーリングか。あ、これね。まあでも出てるけど売れてないですね。あ、この昔のやつなんでしょうかね、バウンティハンターシルバーリング。まあリングも多分今までいろいろ出してるでしょうから。バックパック、定価は18,700円。うわー出てる、怖いなこれ。ずらっとこう並んでると1万、定価割れですねこれもね。17,000円で出てると、売れてると、割れていると。定価割れアイテムも結構あるな。ということで、アイテムによってはプレーネーついておりました。スカルズティ、ウルフティ、まあちょっとプレーネー、モトジャージはちょっとついて、結構プレーってると。それからバーシティジャケットですね。が一番かな。今のところ、2、3万ぐらいはプレミアムがついてると。それからレギュラーアイテム。レギュラーアイテムは、発売になりましたけど、全部完売になってるアイテムっていうのは、ウェアルではなかったな。スクリプトのフーデットとかも結構良かったですけどね。若干こうロゴ厚みがあって、レイズドスクリプトなので若干こう厚みがあってかっこよかったですけど、カラーによっては売り切れになってると思うんですけど、黄色とかは売れてんのかな。それからミヤビ、これですね、これを見よう。71,500円、これは割と即完売になりましたね。定価が、あ、出てない。はい、出てない。出てないんだ。ちょっと待って。どうしようかな。7インチとか入ってるからか。あ、出た、出た、出た。うわ、高っ。嘘でしょ。10万超えてる。71,500円でしょ。これが一番今週ブレってますね。11万5000円とかで売れてる。今週1位だな、これ。バーシティジャケット、まあ、同等ぐらいですけど、まあ、でも、11万5000円で売れてるからね。これすごいね。一番上は。もう12万5000円で1個出てるだけ。あと11万8000円か。これもこっちも同じかな。あ、これは出てないんだ。メルカリとかやっぱりいろいろ出てますね。ウィンもダーツボードセット。12万1000円の定価。これも結構即完売になりましたね。あ、こっちはまあそうでもないですけど、まあ若干プレミアム15万5000円で売れてたりするということで、最後ちょっとスニーダンでもちょっとチェックしてみたいと思いますけれども、どれ、バーシティジャケットレッドが14万とかになっているのと、あと元ジャージが3万前後ですね、やっぱりね。なのでちょっとプレってると。T シャツ類も1万1000円ぐらいまで上はありそうだという感じで、バッグは定価割れてますね、16,300円。それからリング6万7000円とかになっていると。あ、やっぱスカル君となんだっけ、バッグは定価割れていると。スカル君1万9000円、ということでフレンチェックやってまいりました。包丁は10万、はい、ということで10万で今包丁は出ているということで、包丁が、バーシティジャケットと包丁が今週はプレってましたね。ということでプレンチェックやってまいりました。じゃあこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。